本郷村は山口県の東部にあった村。2006年3月20日、岩国市及び熊郡内の町村と合併して新たに岩国市となり、村域は岩国市本郷町となった。山口県で最後まで残っていた村である。中世においては、9月の大内市を建てた当市の勢力新長先駆け的地域に位置している。当市と秋の国中の勢力争いにおいては、 当主の先方的な役割を担わされた。宮島の合戦前の小競り合いにおいて、山城州が二重歌市に遠征し秋の国州に敗れている。宮島の合戦後に行われた毛利氏の政党戦では、山城地方では、聖軍事情の戦いがあったとされるが、全体としては、激しい抵抗戦は起こっていない。関ヶ原の戦いの結果、傍聴二州に違法された毛利氏の政策は、 国境の守りとして、山城地方を重視し大官所が置かれていた。また、この時代開かれたと思われる集落は、一様に私文として認められたところもある。地勢として、山間地域であるためちょ、三つ股の生産があり、工作地の自力維持に必要なかや、層にはことかかず、農地の生産性は、比較的高かったと思われる。ここに目をつけた。毛利藩では、 高い税率を課して、犯罪性の潤沢を図っているが、結果として、山城一期を起こしている。村内を鉄道路線は通っていない。鉄道を利用する場合の最寄り駅は、西木川鉄道西木川清流線が3駅。ありがとうございます。